はいどうも、田原元成です。この動画で武蔵野ステークス、こちらの前頭分析を行っていきたいと思っております。同じ左回りの重賞ということで、この後チャンピオンズカップとかね、そういったところにもつながる一戦だと考えております。この動画が参考になればと思っておりますので、ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。はい、フルディプスリーダーです。夏競馬に連勝してね、重賞を勝ったという、そんな一頭ですね。で、前走日本テレビ杯、こちらの方が出走予定ではあったんですけれども、スタート前にちょっと暴れてしまって競争除外ということで、仕切り直すの一戦で、この舞台を迎えることとなっております。この東京ダート1600メーター、この馬何回も経験があります。成績で言うとね、3-2-1-2ということで、まあ、安定している成績ではあるんですけれども、この先ほど申し上げました、今年の夏、ここでの2勝というのは、いずれもスローの前残りという、そんな展開でした。今回バスラットレオンとかね、そういった結構前に行く馬もいるというメンバー構成考えたときに、ちょっとその最内枠というね、そういった部分を考えた、ますとちょっと難しい印象は否めません。はい、関風です。3走前にこの舞台のニコンステークス、こちらの方で連帯を果たしたという、そんな一頭ですね。まあ、この左回りの1600メーター、この舞台に対する適性は申し分ないんですけれども、改めて、当時を振り返った時に、道中、ずっとインを追走しておりまして、直線でもインを通ったという、そんなような競馬でした。なんだろう、再現性がなかなか難しいぞという、そんな一戦だったというふうに僕は感じてしまったんですね。まあ、両馬場に変わるというね、おそらくはした想定なんですけれども、そちらはね、関係だと思います。ただ今回、小馬が相手ということもありますので、やっぱね、そうですね、武蔵野ステークス、やっぱ重賞は勝っといてほしいですね、3歳馬に関して言うと、そういったハードルが高いような一戦だと考えておりますので、まあ、今回はね、ちょっとこのような評価となりました。はい、アシャカトムです。前走人気薄で勝ち切った一戦だったんですけれども、当時は渋ったダート、こちらが向いたというふうに考えております。この馬なんですけれども、ややもかる不良の、そういったダートにおきましては3-2-0-3ということで、連帯率が非常に高いという、そんな一頭なんですね。で特に中山の 1800m はこの馬すごく得意でして、そういった2つの要素を重なった、これが激走の要因だったと僕は考えております。で今回東京ダート 1600m で両馬場で、迎えることにおそらくなると思うんですけれども、しかも内枠を取ってしまった。やっぱね、連続構想、これはかなり厳しいと言わざるを得ません。はい、アドマイアルプスです。前走は休み明けだったんですけれども、一番人気に支持された、そんな一戦でした。当時ね、まあ、枠順的には申し分ないというふうに考えていたんですけれども、勝ち時計が1分33秒後、これちょっとね、あまりにも早すぎた、そんな印象がありました。この馬に関して言うと、乾いたダート、こちらの方が大歓迎でして、両馬場ダートの成績が3-2-1-1掲示板外なしという、そんな一頭なんですね。まあ、パワーを要する、そんな乾いたダートが向くという馬でして、その強さは2走前、こちらのパフォーマンスが証明済みです。前走はね、ちょっとあまりにも不適条件という、馬場コンディションにおいてはそこがちょっと範囲かなというふうに僕は考えておりますので、今回は乾いたダートでの佐々木一辺、こちらは警戒すべきではないでしょうか。はい、サンライズ馬です。今年4戦使われていたんですけれども、いずれも勝ち馬から1秒以上、かなり離されるような、そんなパフォーマンスとなってしまいました。8歳を迎えましてね、ちょっとピークアウトというか、そんなような印象もありますので、筋量58キロ、ここでの一平は難しいと思っております。はい、エアスピネルです。今年使われた3戦の左回りの前戦、こちらにおきましてはね、すべて勝ち馬と1秒以上離されてしまっています。昨年と同じようなローテーションで臨むわけなんですけれども、当時と比較してね、着順も下がってしまっている、そういった状況を考えますとね、ここでの一平は難しいというふうに考えております。はい、レモンポップです。2勝クラスから破竹の4連勝で、ついに重賞に臨むという、そんな一頭ですね。その4戦を改めて振り返りますと、いずれも先行して上がり3波の最速、後続が勝てるわけがないという、そんなようなパフォーマンスでした。特に前走なんですけれども、外枠を取りましてね、終始、砂をかぶらないような位置で追走いたしまして、そのまま抜け出すという、まあ、いわゆる王道競馬ですよね。そういった条件で、この、まあ、進化を発揮された、そんな印象は あるというふうに考えております。で今回もね、そこまで僕は評価をする必要もないと、そう思っていたんですけれども、2歳の時もね、結構、この条件で勝っておりますので、そこまで評価を下げることはないかなと思っていたんですが、一つだけ、厄介な問題が発生いたしまして、外枠に入ってしまった、バスラットレオン。この馬は隣にね、バスラットレオンが入ったことを、これはどう、ちょっとね、難しい判断となりました。しかもそのさらに両隣とかね、そういった部分を見てみますと、5枠当番に、デュードマンという馬がいるんですけれども、こちらがムーアジョッキー騎乗で前走を逃げ切った馬。このね、バスラットレオンと、デュードマン、この2頭が外からこう被せる形になると、今までとは違った形になってしまう、その可能性がちょっと出てきてしまったという部分は頭に入れておいた方がいいのかもしれません。まあ、とはいえやっぱ金層の内容というのは非常に優秀というふうに考えておりますので、落とせる印はこれが限界です、評価は。これが限界なんですけれども、まあ、そういったリスクもね、一つだけあるというところは頭に入れておいてください。はい、バスラットレオンです。今年の3月にゴドルフィンマイル、左回りのダート戦力を勝ったという、そんな一頭ですね。で、その後も海外競馬を転戦いたしまして、秋は国内で復帰初戦を迎えるという、そんな運びとなっております。まあ、やはり経営者ね、たくさん海外遠征経験しているので、
って、この海外帰り初戦、そういった、ね、マイナスデータというかね、そういった部分はあまり気にしなくてもいいと考えております。ただ、この馬に関して言いますと、昨年もこのレースに参戦をいたしまして、当時は13着というふうに惨敗を喫してしまいました。これまで国内の馬券圏内、すべて金量56キロ以下という、そんな馬でもありますので、金量58キロというね、そこにおいてはかなりネックと言わざるを得ません。はい、タガノビューティーです。もう、レースを見れば分かっていただけるかと思うんですけれども、常に後方待機という、いつハマるか分かんないという、そんな、ちょっと厄介なね、馬なんですけれども、前走は、結構ペースとしてはね、早かったと思うんですけれども、早すぎたという言い方になってしまうんですかね。まあ、道中、いわゆる足を溜めるという場面がなかなかなくてですね、確かにこの馬自身、素足は発揮できたんですけれども、勝ち切るまではいかなかった、そんな一戦となっております。今回は前走からの比較でいうとマイナス2キロ減の金量ということになりますので、そこはプラスだと考えております。まあ、ただこの重賞という舞台に関しましては、重賞では0015と1回も連帯がないというそんな馬でもありますので、まあそれ3着とかね、それぐらいのゾーンが妥当なのかもしれません。はい、デュード番です。前走は意表をつくようなそんな握り勝ちを決めたというそんな一頭ですね。まあ、客室の幅が広がったこと、これはかなり収穫だと考えてはいるんですけれども、前走のレースレベル、これかなり僕はね疑問に感じているんですね。前走、この馬が負かした馬の次走の成績が0008、要はこの馬が負かした馬が次走1回も1頭馬券圏内になっていない、これはちょっと、ね、見逃せない事実だと考えております。まあ、この舞台今年2回使われているんですけれども、いずれも掲示板外ということで、舞台代わりにもマイナス、このあたりもねちょっと考慮しなければならないとそう思っております。はい、ギルデッドミラーです。スタートに変わってから勝利を収めまして、その前走もこの東京ダート 1600m2 着というそんな一頭ですね。特に前走のパフォーマンス、これ異次元と言ってもいいぐらいのそんなパフォーマンスだったんですね。負けはしたんですけれども、走破時計が1分33秒6。もうちょっとした芝並みのそんな時計だったんですけれども、改めてレース振り返るとね、こう、内の方に閉じ込められながら、こう、やっと進路を見つけて勝ち馬に迫ったというそんな一戦でした。まあ、特に前走に関して言うと、内枠でずっと砂をかぶり通しでした。こういった場合ね、そのダート経験が浅い馬は結構こう沈んでいってしまうとか、そういったこともあるのかなというふうに考えていたんですけれども、そこをクリアすることができた、それはかなり収穫だったと考えております。まあ、唯一今回、不安要素が一つだけあるとすれば、果たしてこの乾いたダートに対応できるかどうか、そういった部分はあるんですけれども、この東京ダート自体ね、そこまで、他の競馬場だったりですとか、冬競馬とか、そういった部分との比較でいうと、砂質は比較的軽いと考えております。なのでそこまで僕はマイナスとは考えておりませんし、今回に関して言うと、前走のうちであんだけきつかった競馬から外枠に変わって、ある程度ねスムーズに運べることが期待できるというね、そこはかなりプラス材料だと考えております。まあ、唯一の高1点の牝馬というわけではあるんですけれども、前走の、パフォーマンスとかね、その2走前の発揮した切れ味を考えますと、ここでも評価を落とせないとそう思っております。はい、スマッシングハーツです。前走はこの舞台で4着だったんですけれども、まあ、ペースとしてはね、悪くなかったと考えております。まあ、2、3着馬、今回も出走しているんですけれども、2、3着馬もね、共に追い込みは差し追い込みはということで展開を向きました。ただ、その2頭が今回も出走する、これはかなりハードルとしては上がってしまったという印象はあるんですね。まあ、よっぽど展開がはまんないというね、そんな言い方になってしまうんですけれども、まあ、これぐらいの評価というふうになりました。はい、ブラッディキッドです。前走が初の重賞挑戦となったエルムステークスだったんですけれども、結果は4着という風になっております。まあ、オープンクラスでもね、ある程度戦えることを示した、そういった意味では収穫のある一戦だったと思うんですけれども、今回がちょっと、この馬自身未経験の東京ダート 1600m、まあ、左回りに加えまして芝スタートというね、そんな条件を果たして克服できるかどうか、まあ、この馬自身ね、条件戦で勝ってきた時の勝ち時計とか、かなり優秀だと考えておりますので、外枠を引けたこと、それによってねプラスはあると思うんですけれども、ちょっとどうでしょうかね。まあ、今のところ試金石というね、そんなところとして捉えさせてください。はい、はやぶさなんでくんです。前走一番人気に支持されたシリウスステークスだったんですけれども、結果的にはね、その人気を裏切るという、そんなことになってしまいました。まあ、得意の左回りに加えまして、まあ、中京というね、そんな条件でもあったこともあったんですけれども、ちょっとね、この馬にとって不甲斐ないという、そんな結果でしたね。まあ、改めて当時を振り返りますと、内枠を引きました。内枠を引いたことで終始砂をかぶってしまいまして、こう、馬群に押し込められて、そういったところがこの馬にとってね、このままあんま切れるイメージはありませんので、ちょっと自分のペースを刻めなかった、それが敗因だったと考えております。なので、今回外枠を何としてでも引いてくれという、そんな僕の願いがあったんですけれども、うまいことね、外枠を引き当てることができました。このまあワンペースというかね、そのなんだろう、
同じようなラップを刻んでいくというか、そういったレース運びが僕は合っていると考えております。なのでちょっと少々ハイペースであってもね、前目に行って押し切る構えを見せてほしいというふうに思っているんですけれども、まあ、少なくとも前走からの比較でいうとかなり上積み材料は大きいと考えておりますので、まあね、前走だけで見限ってはいけないとそう思っております。はい、デュープロセスです。前走14番人気というかなりの低評価だったんですけれども、馬券圏内に入りました。当時の先通が60秒台ということで、ダート 1800m というね、そんな条件としては割と早かったのかなという、そんな印象なんですけれども、そういった展開も見たとそんな風に考えております。ただ今回に関して言いますと、中2ヶ月以上、ちょっと、ね、間隔が空いたというそんな参戦なんですね。で、このまま中2ヶ月以上の休み明けで言うと、1007、8回走って7回馬券圏外ということで、まあ、この前からして言うとね、感覚が詰まったローテーションが合っているのかなと、そんな風に思っております。まあ、夏競馬以来の実戦で、しかも重賞挑戦。この条件だとね、ちょっと評価を下げざるを得ないと、そんな風に考えております。はい、ケイデンスコールです。6歳にして初のオーダートという、そんな一頭ですね。今年4回ほど使われているんですけれども、その全てが2桁着順ということで、なんだろう、こう陣営としてもね、もう試行錯誤の末にダートを使ってみたという、そんなところがあるのかなというふうに考えております。まあ、決闘的にはね、そんな、なんだろう、ダート適性強調できるかっていうと、イエスとは言い切れない条件でもありますので、ちょっとここはね、厳しい判断となりました。はい、以上で武蔵野ステークスの前頭分析を終了となります。この一戦なんですけれどもね、芝スタートの東京ダート 1600m、やっぱ自然と外枠の方にね、目が行ってしまうような、そんな前頭分析となっております。特にやっぱ距離短縮とかね、そういったローテーションだったりですとか、前走この舞台で構想していたとか、そういった前走左回り経験者をね、さらに評価を上げるような、そんな形となっております。この動画でなんか参考になったら、ぜひチャンネル登録などよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それではまた。